こんな感じですぐ剥けますので。はい、おはようございます。今日は里芋、このちっちゃいやつですね。これ直売所行ったら売ってたんで、こんだけ入って170円って安くないですか。これ食べていきたいと思います。作っていきますとか余計なことは言わないです。単純に蒸して食べていきたいと思います。これまずたわしできれいに洗ってきます。はい、里芋洗ってきました。こんな感じです。はい、そしたら、切り身だけ入れちゃいます。こうここが下というかくっついてるとこなんで、ちょっとこれはよくわかんないな。こうなってるとわかると思うんですけど、こういう風になって、そしたらこういう風になってるところに対してこうですね、これで一周切り込みを入れます。皮に切り込みを入れます。ぐるっと一周やります。こんなもんかな、一周したかな。はい、もう一個やっていきます。これどっから始めたか覚えとかないと一周が難しいです。これしっかり入れないと後で蒸し上げた時に皮がうまく剥けない。こんな感じで切り込みを入れていきます。はい、そしたら蒸し器なんですけど、こういうのホームセンターに売ってると思うんで、こういうの使って蒸していきたいと思います。これを鍋に入れます。こうですね。あ、鍋に水張ってあります。そしたら芋入れます。はい、そしたら蒸していきます。だいたい10分から20分ぐらい蒸していきます。どうしようかな、とりあえず10分経ったら柔らかさチェックしてみたいと思います。はい、10分経ちました。見てみます。こんな感じです。竹串刺して見てみますね。あ、もういいのかな。ちょっと食べてみたいと思いますけど、熱いねこれ。やった、はいはい、取れました。でこれ切り込み入ってるんで、こうやればスッと剥けてくると、あちぃー、スッと剥けると思います。ほら、こんな感じです。あとはここ持って口に持ってって、こうやってグッとやればポロッと出てくるんで、これで食べられると思います。ちょっと熱いんで、もうちょっと冷めたら口の中入れてみたいと思います。はい、じゃあ食べてみますね。うん、ちょっとホクホク感がある。あと何分やろうかな。もうちょっとねっとりした方が美味しいと思うんで、あと3分ぐらいやってみます。はい、結局あと5分やりました。うわ、すごい。合計15分です。そしたらこのまんま冷します。このまんまって言っても、だし一回お皿に取ります。それで、冷めるまで待ちます。冷めた方が美味しいと思います。はい、里芋蒸し上がりました。イエーイ。じゃあ食べていきます。ちょっと剥いといたんですけど、まず食べていきたいと思います。で、剥き方はこうあるんですけど、切れ目が入ってるんで、ピュッとピュッとピュッといかないかな、いったかな。うわ、そんな力いらないんだけどね。これちょっとイマイチだったかな。はい、そしたらこれ口に持ってってピュッとやれば出てきます。こういう風に感じ、剥けていきます。まあとりあえずこれ食べていってみたいと思います。ちょっとだけ塩つけます。はい、じゃあこれグッとやればプッと出てくるんで、いただきます。あー、美味しいな。これお酒のおつまみとしたら最高。おかずになるかどうかはちょっと別なんですけど、美味しいです。こんな感じですぐ剥けますので、で塩をちょっとつけると、こんな感じですね。そしたら結構、あー、美味しい。
本当はもうちょっと粒がちっちゃいのが売ってればよかったんですけど、ちょっと大きかったかもしれないです。まあシンプルな食べ方ですけど、里芋一番これを美味しく食べれると思います。ちょんちょんと塩をつけて、はい、まあ美味しい。ねっとりした感じが美味しくなってます。こういうとこあるとうまく剥けないんですね。これはもう口で噛み切っちゃう。はい、じゃあまた食べます。ずっと食べっぱなしになって、ああ、はい、今日は里芋食べてみるでした。まあ蒸すだけなんで作り方もへったくれもないと思います。今里芋旬なんで非常に美味しいんで、ぜひやってみてください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあね、バイバーイ。